生涯ロマン・ロラン片山敏彦役第五節革新が勃発していて次第にそれは西王を浸し始めていたそれはまたベートーベンの心を捉えたボン大学は新しい考えの路であったベートーヴェンは1789年の5月14日に この大学の長高生となる届けを出してドイツ文学の講義を聞いた教授は有名なオイロギウス・シュナイダーであった後にテーブライン地方検察官バスチーユ占領の方がボンに伝わった時シュナイダーは講談で熱烈な詩を朗読して学生たちを感激させた翌年彼は 革新的な刺しを出したが、その予約申し込み者の中に、ホーフ・ムージクス・ベートーベンの名と、ブロイニング家の名があった。1792年11月に、ベートーベンがボンを立ったのは、ちょうど、戦乱がボンへ侵入してきたのと入れ違いだった。彼は、当時のドイツの音楽首都であった、ウィーン市に落ち着いた。ウィーンへ赴くと時彼は、 フランスに向かって進軍するヘッセンの軍隊に行き合った。彼は確かに愛国的感情に疲れた。1796年と97年とに、彼はフリートベルク作の2つの戦争史を作曲した。一つは出征に際してのウィーン市民への国別の歌であり、他は合唱家、我らは偉大なるドイツの民である。 しかし彼が革新の敵たちを歌おうとする努力は飼いなきことであった革新は世界を征服しまたベートーベンをも征服したからである1798年以後オーストリアとフランスとの関係は緊張していたにもかかわらずベートーベンはフランス人たちとのフランス大使や ちょうどウィーンへ到着したばかりのベルナドット将軍との親密な関係に入ったベルナドットの一行中に低金家のクロイツァーがいたそれが後年あの優れたクロイツァー・ソナータをベートーベンが検定した低金家なのであるこんな交友からベートーベンの心には共和主義的な感情が形作られ始めた そしてその感情の強大な展開を我々は彼のその後の全生涯の中に見るのであるこの時期の彼を描いたシュタインハウザー作の素描画像は当時の彼の姿をかなりよく示しているその後のさまざまなベートーベンの肖像に比較してみるとあたかもゲラン作のボナパルトの肖像 あの野心的情熱に噛まれている鋭い表情の画像が他のいろいろなナポレオン像に対して持つ関係と似通うところがあるこの像ではベートーベンは年齢よりも若く見え痩せて首をまっすぐにして高い襟飾りの中でこわばり油断の隙を見せぬ緊張した目つきをしている彼は自分の価値を自覚している 彼は自己の力を信じている。1796年に手帳の中にこう書いた「勇気を出そう」「肉体はどんなに弱くとも」「この精神で勝ってみせよう」「いよいよ25歳だ」「一個の男の力の全部が示さるべき年齢に達したのだ」「フォン・ベルンハルト夫人およびゲーリンクの」 言っているところによると彼は甚だ存在でがむしゃらで憂鬱でそれにまたひどい国なまりで話していたしかし最も親密な友人たちだけはベートーベンの冷妙な親切さを存在に見える不器用な態度の背後に隠れていた親切さを知っていたのであるある時彼がベーゲラーに自分の音楽界の 大きな成功の模様を知らせたとき、まず、第一に、彼の思いついた考えというのは、こうであった。例えば、今、一人の困窮している友に、僕が出会うとする。僕の財布が、即座に彼を助力してやれないとすれば、僕は、自分の机に向かって座りさえすればいい。たちまちに、その友人は助かるわけだ。 これはは素敵なな状態だと言えるではないかまた同じ手紙の少し先でこう言っている「僕の芸術は貧しい人々に最もよく役立たねばならぬ」悲哀はすでに彼の扉をたたきつつあったそれはベートーヴェンの内部に住みかを定めそしてもはや再び立ちのこうともしなかった 1796年と1800年の間に老室はその暴意を振るい始めた夜も昼も耳鳴りが絶えなかったそして彼はまた腸の疾患に始終悩まされた聴覚は次第に弱くなっていった数年の間は誰にも最も親しい友人にも彼はそれを打ち明けなかった 自分の致命的な病感を人に気づかれないために人々を避けてこの恐るべき秘密をひた隠しに隠していたしかし1801年に至ってもはや隠しきれなくなった彼は絶望をもって医師ドクトル・ベーゲラーと牧師アメンダとの2友人に打ち明けた親しい善良な親切なアメンダ君が 僕のそばにいてくれたらと、僕はどんなにたびたび願うか知れない。君の友ベートーベンは自然と動物種とからの不遇のため、ひどく不幸になっているのだから、僕の最も大切な部分、僕の聴覚が著しくダメになってきたのだ。君が僕のそばにいた頃、僕は実はすでに。 その兆候を感じてはいたが、それを口に出さなかった。ところがますます悪くなるばかりだ。治るだろうかむろんそれを期待してはいるが、よほど難しい。こんな病気は、最も治りにくい。僕は、なんと悲しく生きなければならないことか。僕の愛する、親しいものの一切を避けながら。 くだらない利己的な人々の中で生きなければならないとは悲しい定年諦めの心それを僕は自分の隠れ家としなければならないのだこれら一切の不幸を超越した立場へ自分を置こうとしてもちろん僕は努めてはみたしかしどうしたらそれが僕にできるだろうかまたベーゲラーに当てて 僕は惨めに生きている。2年以来、人々の中へ出ることを避けている。人々に向かって、僕は老なのだと告げることができないために。僕の職業が他のものだったら、まだしもどうにか行くだろうが。僕の仕事では、これは恐ろしい状況だ。僕の敵たちが知ったら、どんなことを言うかしれはしない。しかも、敵の数は少なくはないのだ。 僕のローのひどさを君に知らせるために一例を挙げてみるなら僕は劇場で役者の言葉を聞くためにはオーケストラにくっついた座席にいなければならない少し離れているともう楽器や歌声の高い調子の音は聞こえない低い声で話す人の声も時々ほとんど聞こえないことがあるしかも 誰かが叫び声を立てるとそれも僕には耐え難いのだすでにたびたび、僕は造物種と自分の存在とを呪ったプルタークを読んで僕は定年諦めの心へ導かれたできることなら僕はこの運命に戦い勝ちたいのだがしかし僕は自分をこの世で神の作った 最も惨めな人間だと感じる瞬間がたびたびあるのだ定年諦めの心なんという悲しい避難所だろうしかもこれが僕に残されている唯一の避難所なのだこの悲劇的な悲しみはその時期のいくつかの作品に現れている悲壮聡明曲ソナータパテティック作品第13番 1799年の中に、また、とりわけ、作品第10番、1789年の、ピアノのための第3のソナータの感情調ラルゴの中に、しかも、同じ時期のその他の作品、例えば、笑い声を立てている70奏曲セプテット、1800年や明朗な第1交響曲、1800年が、 少年の日ののどかさを反映しているということはすなわち同期の作の皆が皆まで悲痛の痕跡を止めているのではないということは不思議なことである確かに魂が悲哀になれるまでには時間のかかるものである魂はそれが歓喜を持たぬ時には自らそれを作り出さねばならないほどに 歓喜を必要とするるものである現在があまりにつらければ魂は過去の追憶によって生きる過ぎた幸福の日々が一撃のもとに消滅しはしないそれらの日々の輝きはすでにそれらがなくなっている現在にもなお長く残って照り続けるウィーンにいて孤独な不幸なベートーベンは生まれ故郷の追憶の中に その隠れ家を求めたのである。当時の彼が音楽に示した思想にはことごとく、そういう追憶が染み込んでいる。七十奏曲セプテット中の変調するアンダンテの主要戦術はライン地方の民謡リートから来ている。第一交響曲もラインから生まれた作品であり、自分の階層の幻に向かって微笑している若者の詩である。 この交響曲は快活で憧れ心地に満ちているそこには人を楽しませたい欲求と楽しませうるという希望とが感じられるのであるしかしある学説例えば導入武士アインライツングや悠安のある低音バスの明暗や幻想的なスケルツォにおいて我々は誠に大きな感動を持って やがて来たるべき天才的精神のひらめきをこの若い姿の中に監視するそれらのひらめきはボッティチェリの描いた「聖家族」の中の幼児バンビーのキリストの目の輝きである早くも近づいてきている悲劇を人がそこに確かに認めるところの幼五の目の輝きである肉体の苦痛にさらに 別のが付け加わったベーゲラーは言っている。彼が知る限りにおいて、ベートーベンは絶え間なく、恋愛の熱情につかまれていた、と、これらの恋愛は常に極めて純潔なものであったようである。情熱と逸落との間に何の関係もなかった。この両者を今日人々が混同して考えることは、 大多数の人々が情熱というものについては、実に無知なのだということ、および真の情熱はいかにもケウの現象だということの、証明に他ならない。ベートーベンはその魂の中に、正教とピューリタン的なあるものを持っていた。卑猥な思想や談話は彼を身震いさせた。恋愛の生成については、 強硬な考えを持っていたモーツァルトがドン・ジョ・バンニを書いてその天才を乱用したことをベートーベンは許さなかったと言われている彼の親友だったシンドラーは格言している彼は一種の諸女的なはにかみを持って生涯を過ごし弱点に負けて自己を責めるような羽目に陥ることはなかったとしかも こんな人間が恋愛の熱情の、欺かれやすい犠牲となるのにはあつらえ抜きにできていた。彼は、まさにそういう犠牲であった。絶え間なく熱烈に恋心にとらわれ、絶え間なく恋の幸福を夢見ながら、たちまちその幸福の夢の儚さを悟らされ、苦い悲しみを味わわされていた。彼の天性の激しさが、 やがて憂鬱を帯びた諦めの静かさに、行き着く年齢に達する時までは、恋心とそれへの誇らしい反抗との交互作用の中にこそ、ベートーベンの霊感の最も強大な源泉が見出されるのである。第六節、1801年に彼の情熱の大将は、ジュリエッタ・グイッチャルディであったらしい。 彼はいわゆる月光曲と呼ばれる作品27番の有名なソナータ1802年をこの人に捧げることによってこの女性を不滅化した僕の生活は今までよりも優しみのあるものになったとベーゲラーに当てて書いた僕は一層人々に馴染むようになった一人の懐かしい少女の魅力が 僕をこんな風に変わらせたのだ。その人は僕を愛しているし、僕もその人を愛している。2年この方初めての幸福の幾春児を僕は持っている。ところで、彼は、この幸福の幾春児に対して、やがてつらい代償を支払うことになる。最初から、この恋は、彼に、自分の病心の惨めさと、そして、 愛する人との結婚を不可能にする不安定な生活状態とますます痛感させたそれにジュリエッタはコケットで幼稚で利己主義であった彼女は残酷にベートーベンを苦しませたそして1803年の11月にガルレンベルク伯爵と結婚してしまったこんな熱情は魂を蹂躙する ベートーベンの場合のように、魂が病気のために弱っているとき、こんな種類の熱情は魂を破壊する危険がある。これは彼の障害中で、彼がまさに破滅しそうに見えた唯一の瞬間であった。彼は絶望の危機を突破していた。一つの手紙が我々にそれを告げている。すなわち、 ハイリゲン・シュタットの遺書がそれである。これは彼の2人の弟カルルとヨーハントに宛てた手紙であって「私の死後に読み私の意思通り取り計らってくれ」という表示が書かれているこれは運命への抵抗と激しい悲しみとの叫びである憐憫に胸を貫かれることなしには人はこの叫びを聞き得ない当時彼は 自ら命を絶とうとする危険の淵に臨んでいた。ただ、彼の不屈な道徳感だけが彼を引き止めたのである。海ゆへの最後の望みも消えていた。私を支えてきた、最も高い勇気も今では消えうせた。王、神の御心よ。たった一日を、真の歓喜のたった一日を私に見せてください。 真の喜びのあの深い響きが私から遠ざかってからすでに久しいおお我が神よいつ私は再び喜びに出会えるのでしょうその日は永久に来ないのですかい,いなそれはあまりに残酷です